更新の色素斑です。50代の女性で発症時期不明の下更新の2-3ミリ台の色素斑ということで、もしかしたらムクオザルのメラノーマじゃないかっていう心配があって生検したっていう感じですよね。これ若角大で見ると粘膜だな、あの角層が普通の皮膚の角層と違うし、あとここね、ここになんか更新だなっていう特徴があるよね。これなんだかわかるかな、このピンクの更新だからこれがあるみたいな、このピンクのやつ、見た方がわかるかな、あ、わかんないか、このピンクのやつ何かわかる、更新、他の解剖学的あの部位と違って更新だから何かがある、解剖学的にさ、ほらなんか筋が見えない、筋、はい、縦横の筋っていうか、うん、こんな風になってシャ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 って、はい、これは何でしょう、はい、うん、うん、え、平滑筋、唇に平滑筋あったかな、ないです更新でもさ自由に形を変えられるじゃん、うん、ということは平滑筋じゃなくて、うん、そう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 ストリエイト、これストリエあるじゃない、線がストリエあるじゃない、こう、はい、こうね、これ筋、普通のこういうその四肢の筋肉と違ってこうバンドルにはなってないし、コラーゲン繊維の間にばらまかれてるけど、ちゃんとストリエがあるので、あ、更新で間違いないなっていうことがまず分かります。でその更新に色素斑があったので生検をしましたと。で更新の粘膜なので表皮と違って錯覚化をしてて下流層がないと。で日本人の更新だから普通あんまり黒くないんだけど、ここに黒々ってあるの、なんだろう、この黒いの、メラノファージ、そうそう、メラノファージ、すごい、うん、粘膜下の組織に、粘膜下組織にこうやって黒々いね、メラノファージがあるね。メラノファージがあるから、まあ、結構 青黒っぽく見えたのかもしれないし、粘膜正常ではあんまりメラノサイトとかないんだけど、これはこの辺とか見るとちょっと基底層も黒く見えるんだよね。ということで色素性病変ね、でもこれがメラノーマかどうかっていうことについてはどうですか、これどう、粘膜のメラノーマ、メラノサイト増えてる、そうメラニン下流は多いけど、メラノサイトはどうかな、どれがメラノサイトかっていうとちょっと分かんない感じするよね、うん、だからそのどっかにメラノサイトはいるんだけど、あんまりそんな包装を作ってるとか、メラノマのようにこうダダダダダーとこうね、連続してあるとか、上の方にこうアッセンディングがあるとかそういうのもないし、ただ基底層の角化細胞のメラニンがちょっと増えてる、更新にしてはっていうような所見で、こういう病気、更新とかあと外陰部の大小の陰唇とかに、色素斑が出る良性の病気があるんですけど、知ってますかね。ラビアルメラノーティックマキュールと言います。
これね、再発っていうか取り残しあって、残存病変を取ったから、この辺に前回の手術の時のハンコがあるんですね。その前回の標本がどっか行ってなくなっちゃったから、ここの再発病巣だけど、まあ、これについて、見ていきたいと思います。境界明瞭な、なんか結節が神秘の真相から皮下ぐらいにかけてあって、で包装ね、メラノマの時もニーバスの時もあったけど、細胞がこうグループになってあって、それがぎっしり詰まってるよね。非常に、まあ、なんかぎっしり詰まっていて、でその増えてる細胞っていうのは、NC 比の高い基底細胞用の青っぽく見える細胞で、それらがぎっしりこう詰まって、隙間あんまりなく詰まっているっていう感じがします。でところどころになんかこんな構造、血管はね、ここにあるの、これこれは血管、これは腫瘍が何かを作ってる像、このスリット状とか何か細くな形の何かを作っている、何でしょう、線管構造、線管構造だね。線管構造を作る小型の、まあ、ベーサロイドの腫瘍が、包装がぎっしり詰まっている。でそのぎっしり詰まっている包装の周囲に、このピンクのさ、結構しっかりした基底膜があるっていうのが、この腫瘍の特徴です。こうぴっちりなんかこうぎっしり詰まった基底膜、厚い基底膜に、こういうのね、ジグゾーパズル用っていう、ジグゾーパズル、ジグゾーパズル、本当にさ、いろんな形してるけど、それぞれなんかジグゾーパズルのピースみたいにぴったり合わさってた、ね、このジグゾーパズル用の包装と、それを取り巻くこのピンク色の厚い基底膜で、ところどころにああいうスウェットダクト、カンカン用構造が見られる、シリンドローマ、円柱腫、日本語でターバン腫瘍とかって言われて、頭にさ、ターバン巻いたみたいな、なんかゴワゴワみたいな、脳回転状の頭みたいななってきちゃったりする、あれ、これジグゾーパズルか、なんかキリンの網目みたいな、なんかそういう模様になってるっていうやつで、この基底膜がピンクっていうのと、この包装の中にもこの基底膜成分がピンクにポタ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 ってあるのが特徴なんだって。すごい稀な腫瘍で、うちの病理のファイル見たら、2例かそれくらいしかいない、過去50年近くの間に2例しかないから、超レアね、シリンドローマでした。はい、正常皮膚色、こちらの方がいいか、こんな感じ。ここが表皮で、神秘の中にこう結節があって、肉眼的には、60代男性、数年前からあるビハイブの7ミリの、結節です。で神秘の中になんかこういうのがあると、ね、はい、ここにどんな構造がありますかね。そう、素晴らしい、角質を入れたなんかね、スペースがあるよね。それとこうつながって、こう線細胞、これなんていう線かな、なんていう線、なんかいろいろ線があるじゃない、
なんとか線って乳腺とかさ唾液腺とかさ、そう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 、視線すごい、核が真ん中にあって脂肪滴が周りにあるから視線だよね。視線につながっているこの角質を入れたなんか導管様構造を中心としたなんか病変で、でね、その毛包視線系の増殖部分を、非常に密な抗原繊維が、抗原繊維っていうか、間質、ファイブロブラスト繊維が細胞とか抗原繊維が非常に密に増殖している、そういったやつがこう囲んでるっていう正常皮膚色の微細部の結節です。はい、こういう仕様、毛包視線系の、まあ、比較的まれなんですが、視線増殖症に似てるよね。視線増殖症は表皮にちょっとつながっててほしいよね。視線腺腫、セベーシャスアデノーマってなってるね。セベーシャスアデノーマ、ここの部分だけだったらね、それでいいの、セベーシャスアデノーマでいいんだけど、このさ、このなんかしっかりした毛包があるじゃん、毛包壁か、でも毛は作ってないじゃん。でこの視線じゃなくて、毛がたくさんね出てたらトリコフォリクローマってやつ、トリコフォリクローマ、でもトリコがなくて視線だけしかないから、これをね、これ最初に論文書いたの木村哲先だよね、木村哲則先生っていう札幌皮膚病理研究所を作った先生が一番最初に、ホリクロセベーシャスシスティックハマルトムっていう、なんか若者泣かせのめっちゃ長い名前、ホリクロセベーシャスシスティックハマルトム、勘弁してほしいよね